大山先生、はい、インボディ測ったら点数が増えてた。変わりましたね。変わりました。細かく言うと体重もちょっと落ちて、うんうんうん、で筋肉量が増えて脂肪が減ってたんですよね。すごいですね、はい、もうほんのちょっと、うんうん、1日のほんのちょっとやってやり続けただけでこうやって変わってくる、これからが楽しみです、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。おはようございます。おはようございます。大山先生とのチャレンジもいよいよ3ヶ月目、はいはい、なってきました。まあ、自分がね、すごくだらしないなっていうこともよく分かりました。なんかこう心と体がこうなんていうのかな、バランスが悪くて、そうなるとなんか日々やってたこともなんかこう面倒くさくなったり、なんかこうやるのが苦しくなったりして、全然こう違うことが原因なんですけど、やっぱやれないことってあるんですね。もうめっちゃね、めげてた時、大山先生にお会いして、またいろいろとね、やり始めるこう気持ちになれました。まあ多分チャレンジする人って私と同じように、もうよしやるぞって思いながらやれなかったり、でもその中で自分の習慣になれたこともね、一つ二つあるんですよね。それがなんか嬉しかったです。はい、一つは間食をチーズとか、それからナッツ類に変えれたこと、それから朝必ずその温かいものを一杯飲むという、それでなんか夕方のこう甘いものが欲しいっていう体にはなんかこうならなかったんですよね。すごいですね。素晴らしいですね。それはしっかり実践していただいて、たった一杯のお味噌汁とか、うん、たった一杯のスープであんなにこうお昼も快適に過ごせるとは思わなかったですね。それと後で来たことっていうのは、歩くときに、うん、この前教えていただいたそのウォーキング、うん、それをねちょこちょことやるようになりました。ほんの5分とかそんな感じなんですけど、うん、そうするとウィンドウに映る自分がなんかこう60歳ぐらいだったのがちょっとこう若く見えるっていうか、さっそうと歩くっていいですね。さっそうと見えますもんね。さっそうと見えますもんね、はい、それがねなんか自分の中で残っていたものなんですよね。うん、素晴らしい。どうでしょうか。もう本当歩くとかっていういつもやってる動きをですね、はい、が変われば一日がガラッと変わりますもんね。確かに、はい、いざじゃあ鍛えようかってなかなかできないんですけど、いつもやってるものをちょっとちょっと変えていくと、それが積み重なってすごい大きな習慣になりますよね、うん、素晴らしいと思います。いやもうこんなね皆様の方がもっと優秀だったりするかもしれません、見てる方たちがですね。でも同じようにね、やっぱりそれでやれなかったっていう方もいると思うんですけど、まあ思い立ったが吉日でですね、うん、まさしく先週はやれなかったけど今週はやりたいって思えたらね、続けていけるんじゃないかと思ってます。なんかこうやっていつもこんな感じなんですけどどうですかっていう相談をさせていただくときに、なんか帰りはね元気に軽やかに、うん、帰っていけるのがね本当にありがたいなと思っています。こちらこそ、はい、最初ね、はい、やっぱり自分を変えようっていう決意はですね、なかなか誰しもできることじゃないですもんね。それを決断されたということで、はい、そのを一緒にその変化の過程を見せていただき、はい、僕もとても嬉しかったです。ありがとうございます、はい、なんか決意しましたって言いながら、うん、決意するとまあいろんなことが起きてきて、こんな状況でもやれるかみたいな、でなんかやっぱり心はすごく自分が変わることに対して、うん、その大山先生のアドバイスだけじゃなくて、物事がこうどんどんいろんなことが起きてくるときに、その中でもやれるかっていうと私はやれなかったなという、
でもやれないけどまた やりたいと思えばいいんだっていう、なんかその微妙な絶妙ななんか心と体が本当に連動されてるなっていうのをすごく体感したんですよね。僕がやっぱり一番お伝えしたかったのはまさしくそこで、はい、自分のメンタルって浮き沈みありますよね、やっぱりいい時もあれば、はい、ちょっとイマイチの時もあれば、うん、でもそういう時こそ、はい、まあ、体のコンディション生活習慣運動を整えていくことで自然と心も整ってくるっていうのを一番お伝えしたいところです、うん、そうか。じゃあそんな時でもやれることをやってみると、はい、でしたね、はい、運動は運が動くんでしたね運が動くんです運動はそっか、はい、はい、じゃあこれからも、はい、時々やってる様子をですね動画で配信させていただきたいと思います、したいと思います、はいはい、よろしくお願いします。伸ばしてみましょう、上を向いてみてください、はい、ありがとうございます。今度はひねりますね、こっちひねり、こっちひねりです。今後ろがどれぐらい見えてるか、自分が今後ろどれぐらいっていう感じですね、覚えておいてください、はい、では座りますね、はい、左見えやすかったですね、うん、うんうんうん、まず今日は朝なので、はいはい、ゆっくり動いていきましょう、はいはい、手を組んでいただいて前に伸ばします。その時おへそは引っ込めながらふーっと息を吐き出しましょう。息を吐き出していただいて今度は息を吸います。朝の新鮮な空気をしっかり吸い込めるようにですね、で吐いて、でふー、体の中をこう新鮮な空気で循環していきます。吸って、でふう、吸って、その時肩の力を抜いていただいて首が長くなるようなイメージですね、首を長くします。でふう、だんだん動きを大きくしていきましょう。少し肩を寄せて胸を張ります。そうそうそう、そこまでいきましょう。顎を少し引いてください。そこがとても綺麗な姿勢です。おー、はいはいはい、でふー、吸って、そのまま体を横に倒します。左右の座骨はですね、しっかり安定させていただいて、上半身でストレッチです。上半身でストレッチです。座骨はどっちもついてる感じですか？そうそうそう。座骨はしっかり安定しておくところですね。はい、やっぱり呼吸を整えながらいきましょう。呼吸を整えながら気持ちよく動けるところです。一旦ふっと息を吐いてリラックスです。もう一度自然に姿勢をとっていただいて、今度は椅子を握って体をひねっていきます。そうそうそう、でふーっと息を吐きながら、息を吐きながら、ふう、ふう、できたら頭に一本のこう軸が通っているようなイメージで、はい、ここを中心に回っていく。左を向くときはちょっと左上ぐらいに目線をやってください。左上に目線をやって、右を向くときは右下で結構です。右下で結構です。呼吸を続けながら、呼吸を続けながら、だんだん可動域が広がってくるのを感じられますかね。はい、結構です。1回目よりだんだん、はい、はい、見るところに変わってきますね、うん、朝のストレッチってとてもいいんですね、うん、それだけより体が大きく動き出しますので、はい、
いつもしてる動きがダイナミックになって、それで代謝が上がって、勝手にスマートな体になっていくってなるので、勝手になっていくのが嬉しいですね、うん、そう。だから普段はやっぱり6割ぐらいの力しか人って使ってないんですよね。ああ、そういうことですか。それを朝一でしっかり自分の力を引き出してあげて、それで一日を過ごせばよりアクティブに。朝大事なんですね、はい、朝大事です、ね、そうか、はい、まあ、あの連続テレビドラマも、はい、今週で、うん、終わるので、秋がいいですね。その、あの見る時間を、はい、運動に、朝の時間に、はい、変えますね。いいですね、いいですね、はいはい。じゃあちょっと今度は足これぐらい開いていただいて、はい、両手を膝に当ててください。体重を預けます。肘突っ張っておきますね。そのままツイストです。さっきよりももうちょっと腹筋に効いてきます。本当だ。息を吐き出していただくと、お腹の奥の方がねじれてくる。あ、そうそうそう、いいですね、いいですね。ここを使い棒にして、でふー、息を吐き出しましょう。息を吐き出しましょう。ふう。下腹が気になる時とかっていうのはこういう体操が有効ですね。もう下腹プルプルきてます。プルプルきますよね。いざ腹筋しようとかっていうよりも、こうやってストレッチをしながらしっかり呼吸を使っていくことで、お腹ってキュッてしまってきます。結構です。きますね、はい、結構温まってきますね。温まりますね、はい。じゃあ手を胸のところに置いていただいて、少しこう肘を回していきましょう。肘を回して、そう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 、だん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 大きくしていきます。体全体を使って、肩甲骨が動くの分かりますか。おー、ほんとだ、こんなに動かしたことないですね、はい、よくね、脇腹のお肉がとかって言いますけど、こうやって使っていけばいいんです。全身の動きの中で続いて動いてくるっていうのがやっぱりいいですよね。これ結構きます、はい、きますよね、はい、結構です。なんかこの辺が痛いなっていう人には、なんかここここっていう感じですね、うんうんうん、そう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 。あのこう痛い時よくこう肩をね回しがちなんですけど、はい、じゃなくてもう肘を回しましょう。肘を回すと背中、肩甲骨から一緒に動いてくれます。すごい動きです。めっちゃ効きます。びっくり、はい、びっくりです、はい、日頃動かしてないってことですよね、肩甲骨をね、うん、でこの辺っていうのはやっぱりそのストレスとか不安とか心配事があると肩周りこうやって力入ります。ギョギョギョ本当ですか、はい、この辺ですね、はい、この辺が崩れるとやっぱりあーって姿勢がなんかね歪んで見えますし、逆にここが整うと姿勢って美しく見えるんですよね。じゃあやっぱり心の不安とか、うん、そんなのを抱えてストレス溜まってる人にはいいですね、はい、いいですね。でポイントは前から回すってことです。前から後ろ、そう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 、これ逆回しはきついですから、必ず前から回してください。前から回しましょう。前から、だんだん全身を使っていきます。腰から背中からを使っています。おお、これすごい。なので10回で十分です。10回で十分です。手がだんだん離れていきます。で終わったらふるふると一息です。一度立ち上がっていただいて、もう一度、はい、体の可動域を確認しましょう。手を、はい、お尻に当ててですね、で上を向きます。
ここまで見えますんで。うわ、家まで見えました。入って後ろ振り向いてください。あ、え、左側も、うん、そう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 、あ、全然違う、全然違います。あ、素晴らしい素晴らしい、バッチリで。今何分ですかね。たった今15分ぐらいですよね。10分ぐらいですかね。こんなに違うんですね、はい、今いいですね、スッて立ててますもんね。自然にこう頭からこう紐が取られてるような。じゃあまた座ってください。はい、背筋が、うん、自然に自然になりました。なので、あと運動は歩くのを続けていただいて、はい、でこまめに立ち上がるっていうのです。こまめに立ち上がる、うん、立ち上がる時ってすごいこの太ももとか、はい、お尻とか背中の筋肉をガーッて力入れますので、しょっちゅう立ったり座ったりしてるだけで、自然とこのウエストとかヒップとか、はい、この太も内ももとかですね、がスッキリしていきます。そうなんですか。はい、なのでテレビ見てて、あ、CM になったから、あ、ちょっと今のうちにこう10回立ち座りしようとかでもいいんですよね。どうしてテレビ見てること分かるんですかね。よくご存知で、はい、テレビ見てます、はい、あ、じゃあ CM の時に立ち上がればいいですか。です、あ、CM になったら立ち上がるんです。で、座って、でそこで10回やってみる、はい、10回やって、はい、いいですね、うん、それだったら私もやれそう。で、この下半身の筋肉っていうのは、はい、第二の心臓とかって言われるように、はい、筋肉が動くと循環が良くなるので、リンパの流れとかも良くなって、はい、やっぱり足がスッキリしたり、むくみ解消になったりします。私またインボディ測って見ていただきたいんですけど、下半身は標準なんですね、うん、でもここに、ここに脂肪がある感じなんですね。だからやっぱりこうやって椅子で座ってやるってことは私にとってはすごくいいでしょうね。いいですね、上半身、はい、うんうん、上半身、はい、さっきのように上半身しっかりひねったりとか、ね、曲げ伸ばししたりとかしっかり使っていただくといいですね。わかりました、はいはい、これは、まあ、朝が一番いいですし、はい、あとはデスクワークの合間とかにもちょこちょこやっていただくっていうんですね。ですね。あ、そうか、私がなんかやれてなかったのは椅子に座ってなかったですもんね、うん、あんまり。あ、普段は床なの。普段は、いや、畳のところで、はい、ジムをやるときには畳のところで、うん、そしてお店の方とかはもうあんまり座らないですしね。そう、それはすごい素晴らしいですね。確かに立ってるっていうのは。あんまり座らないって言ったけど、うん、他の友達が、はい、いや座ってるじゃんと思ったかもしれないですけど。なるほど。そうか、まあ、畳は畳で立ち上がるときにぐっと力使うから、もうそれはいいですけどね。ああ、まあ、座る機会があれば座ったときにこれもできますしね、はい、これもできますしね、うん、ありがとうございます、はい、本当大事なのはそういうメリハリですね。メリハリ、はい、確かに。じーっと座ってるっていうのも良くないし、そうですね、激しく動き続けても良くないし、激しいのができないですよね、なかなか続かないです、ね、年齢的なものとか、はい、生活リズムとかですね、うん、ありがとうございます、はい、なんか背筋がピンって立った時に伸びてます、うん、たった15分ですよね、はい、たった15分、うん、